こんにちは。今日は、焼きうどんを作ったので食べていきたいと思います。あと味噌汁。焼きうどんは、目玉焼きと紅生姜をトッピングして、あとバターもちょっと溶けちゃったんですけどトッピングします。楽しみ。美味しそう。よし、じゃあ早速。あ、独材は豚肉、キャベツともやしの切ってあるキャベツともやしと出ました。キャベツの野菜炒めみたいなセットがあってそれもを入れてます。あともやし。よし、じゃあいただきます。焼きうどん多分作ったことあるかな、でもいつぶりだろうって感じで食べるの久しぶりです。美味しく仕上がってるといいんだけど、まずは何もつけずにそのままの味を食べてみたいと思います。うん、うまい、うまい、うまく仕上がった。ちょうどいい味。こんな感じ。うん、うまい。ちょうどいい味に出来上がりました。味噌汁はインスタント。味噌汁も美味しいです。出来たてで湯気が立ってます。うん、うん、紅生姜ありますね。うまい。あ、危ねえ。うん、こうバターの溶けたところ、うん、めちゃくちゃうまい。バター超合う。すごい美味しいです。うん、野菜もシャキシャキで美味しい。バターのところこれやばいぞ。バターゾーンやばい。うん、バターのところはすごい。やってしまったなっていう感じがします。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。卵。あ、お、ちょっと、あ、ちょっと固まりすぎたかな。うん、うん、卵、やっぱ卵はもう本当に最強。何でも合う。めちゃくちゃうまい。中のがまだちょっと熱かった。すごい。焼きうどんめちゃくちゃうまい。醤油メインで味付けしてるんですけど、すごい醤油美味しいな。あっさり食べれます。
あ、見せなかったな。ちょっともうすいません、食べ散らかした感じで。こんな感じでした。味付けは醤油ベースにちょっとソースを入れました。美味しい。バターの部分混ぜ合わせて。すごい。バターのところはもうすごいバターって感じで、めちゃくちゃうまいです。うまい。ごちそうさまでした。やけどめちゃくちゃ美味しかったです。久しぶりに食べたんですけど、そういう野菜も食べてる感じもしたし、健康的な食事になったかなと思います。美味しかった。またちょっといろいろ作って食べていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ。